皆さんこんにちは。今日は、ER AW コレクションの商品紹介をしていきたいと思います。今回の AW コレクションはですね、10月25日から10月31日まで大阪の阪急梅田、はい、ER 初の大阪出店ということで、ポップアップと、あと東京で11月の3、4、5で3日間のポップアップイベントを今回開催します。その時並ぶ AW のアイテムたちを今日はじゃんじゃん紹介していきたいと思います。では早速、まず今着ているのが、シャギーカーデになります。はい、で今着ているのがミントグリーンで、もう一つがじゃん、こちらのライトブルーの2色展開です。このアイテムは本当に肌触りが良くて、今私タンクトップにこう1枚で着てるんですけど、もう寝れるよっていうぐらい、寝れちゃうよっていうぐらい本当にふわふわで気持ちよくて、で ER としては私が特になんですけど、こうチクッとした素材がどうしても苦手なので、もうこの着ていてとにかく気持ちいいっていうのをめがけてこのシャギカーデを作りました。で色にもこだわっていて、このミントグリーンとあとこのライトブルーなんですけど、なかなかこうない色味なので、デニムにも合うし、今回出してるセットパンツにも合うしっていうので作りました。続いてはじゃーん、ハンドメイドカーディガンです。はい、今私が着てるのがピンクで、こっちがブラウンです。これはもう手編みで一つ一つ縫ってもらった、すごくこだわりのある商品なんですけど、袖とかもこうたっぷりしていてモフッとした感じのカーディガンになるので、アウターとしても着ていただけます。すごくね、ハンドメイドなので本当にあったかくて、もう着ているだけが着る毛布みたいな感じでお送りしています。色もすごくこだわっていて、このピンクは全部染めていただいて、オリジナルのちょっと青みっぽいピンクになってます。でブラウンも大人っぽく、ピンクはなんかちょっと元気な印象で、ブラウンは大人っぽい感じでちょっと着ますね。はい、続いてはバイカーライダースです。はい、ということでこちらはですね、エコレザーを使用したスポーティーなアイテムになります。結構全体的に大きめな作りで、これはちょっと今着てるのはモデルサイズなんですけど、ガバッとこうちょっとメンズライクに着るのをおすすめしています。ここがこだわりなんですが、後ろのね、この辺立ってるわかんない、後ろの真ん中に小さく ER っていう刺繍が入っています。黒に黒だから見えるかな、同色でここに、うわー、私にピントが来てる、いけてるかな、いけるね、あった、はい、こんな感じで刺繍が入っています。これ後ろの背中の部分に刺繍が入っています。このアイテム、秋冬寒いんじゃないかなって思われる方もいると思うんですけど、じゃじゃん、中がキルティングになっていて、ちょっとこうモコッとした素材なので、ER 的にはまあ一押しアイテム、まあ、全部一押しなんですけど、私が特に作りたかったっていうのがこの1枚になります。なので皆さんぜひゲットしてください。これ1枚こう羽織るだけですごいやっぱちょっと今っぽい感じも出るし、一気におしゃれな感じ、おしゃれストリートな感じになれるのでおすすめです。はい、続きましてがこちらです。ツイードジャケットになります。こっちが緑で、もう一色黒があります。はい、でこの生地が少しこう伸縮性がある生地になりまして、すごく着やすいのと、ツイードジャケットをなんかずっと探してたんですけど、なかなかこう自分のスタイルに合わないサイズ感というか、結構コンサバティブだったりちょっと大人っぽすぎるものが多いなと思っていて、今回 ER でちょっとスポーティーにもストリートな感じにもカジュアルに着こなせる、
ツイードジャケットを作りました。全体的にね、形もこう大きめで肩の位置も落ちていて、さらっとこう着れる感じのアイテムになってます。で、なんか黒と白で作るかどうするって言って、で黒はやっぱこう間違いなく着たいよねっていうので、でちょっとこう今回遊び心を入れたかったので、こういう緑の発色のいい感じの緑を入れてみました。そしてこのボタンにもこだわっていて、ちょっとヴィンテージゴールドのボタンを使用しています。なのでこうちょっとあんまりギラッとしすぎず、こなれ感が出るようなボタンを選びました。なので、はい、こう締めてきても可愛いんですよね。こんな感じになります。でパーカー合わせとか、これにパーカー合わせてちょっとカジュアルな感じに着るのがおすすめです。はい、続いてがこちらです。ムートンコートになります。ER としては初めてのこうもう真冬のアウターっていう感じなんですけど、フェイクレザーを使用していて、すごく生地がこう柔らかいです。でボアの色にもこだわっていて、展開的にはこのブラウン、今私が着てるブラウンと、抹茶っぽいカーキはい、このちょっと明るめな抹茶っぽいカラーの色味とブラックになりますの3色展開になります。でこれすごくこだわって作っていて、レザーのまあ柔らかさも着た瞬間から柔らかいっていうのを目指したのと、で柔らかさと、あとこのね腕のこの、あーどう言ったらいいんだ、たっぷり感もふっとこうちょっとなんか全体的に丸いっていうか、なんつうんだろうね、たっぷりの生地一回締めてみますね。チャック締めて、なんかこうもふっとちょっとこうメンズっぽく着れる感じで、ここに、あそこお尻向けちゃった、ここにこのギャザーが入ってるので、こう全体のシルエットがこうふわっとこうふわっと、うん、大きくちょっとストリートな形になります。そして私のこだわりなんですが、この襟の高さが、こう寒い冬とかもね、ここを寝かせてきてもいいんですけど、ここで一つだけこうボタンがあるので止めて、はい、こんな感じで、あー冬っぽいね、はい、こんな感じで襟のこの高さをすごくこだわって作りました。なんかこう埋もれてる感じが可愛いなと思って、でここよくベルトのやつとかもあるんですけど、結構あれ止めるの大変なので止めるの大変なので、今回ボタン一つでこうピッとすぐこう下ろしたり上げたりできるようにしました。はい、ぜひ可愛いので店頭でチェックしてください。続きましてが ER のロゴ刺繍入りハーフジップです。こちらはですね、通気性が良くて蒸れにくいコットンの素材を使っているので、冬って結構中に汗かいたりするんですけど、冬にももちろん最適なアイテムになります。でも冬以外にももちろん夏、まあ夏は暑いか、でも春とか結構年中一年中着ていただけるアイテムになるんじゃないかなと思います。でこれはここに同色、見えるかな、同色の刺繍があって、あとこだわったのはこの襟の大きさ、こう開けるとこれぐらい開くんですけど、全部閉めると顔がねこうすっぽり埋まる感じで、こんな感じで着ていただけます。あ、これは人気になる予感がしますで色もねこだわっていて、今回ちょっとくすんだグリーンと、もう一色がこのパープル、これもねいわゆるなんかこう派手のパープルっていうより若干くすみがあるパープルで、これも同色で刺繍を入れています。これはもう結構前からインスタに載せてたりするんですけど、すごく皆さんから反応がいいアイテムになるので人気になるんじゃないかなと楽しみにしてます。続いてはこちらです。ロゴ刺繍入りスウェットになります。でカラーがこのグレーと、こちらのブラックがありまして、で今回 ER 初のメンズサイズを作りました。で今私が着てるのが一応 S サイズになります。これもメンズサイズは結構大きめな感じになります。
でも例えば大きく着てワンピースとかにも女の子だったらできるんじゃないかなっていうサイズ感にしています。こだわりとしてはじゃん、この裏の裏肝ってやつです。ですっごい肌触りが良くてあったかくて気持ちいいのと、なんかこのグレーに黒の刺繍ってすごいスポーティーな感じになって可愛いので、ぜひ1枚持っていると便利なスウェットだと思います。続きましてがこちらです。プリティワイズプリントフーディーです。SS の時にこのプリティワイズの T シャツが出ていてすごく好評だったんですけど、今回は AW でパーカーを作りました。で、今着てるのが白で、プリントがライトブルーで、もう一つが、黒でプリントが白の2色展開です。で、フーディーはすごくこだわりがあって、このフードがすごく大きいんですよ。わかりますかね、ちょっとこうフードが立つというか結構顔が隠れるぐらい大きいフードを着ているのが可愛いなと思って、もう全部被るとこれぐらい隠れるぐらいフードの生地をたっぷり使って大きめなフードにしてます。ここがこだわりポイントです。まあ、今回の、アイテムととにかく相性がいいので、フーディーはもうとにかくどんな服にももう合うので、例えばこういうバイカーライダースの下に着てこうやってこういう感じでフードを出して着るのも可愛いんじゃないかなと思ってます。はい、続きましてがじゃん、こちらのロンティーになります。はい、若干ねオーバーサイズのロンティーになるんですけど、すごく気持ちいい素材を使っていて、はい、ありますかね、高級感がある、ロンティーになります。で、ここに刺繍、袖に ER の刺繍が入っていて、カラー展開はこの白と、こちらの黒になりますの2色展開で、黒の方は、刺繍がこっちじゃなかった、刺繍が白になります。で、結構質問が来ると思うので発表します。透け感が今中に ER のここにロゴがある刺繍のタンクトップを着てます。わかるかな、透け感これぐらい、ここ肌ね、こういうタンクを着てます。わかりますかね、そんなに透け感はないタイプの、ロンティーになりますということをお伝えしたかったです。で、袖もたっぷりで、生地をたっぷり使ってるちょっと大きめなロンティーなので、ワンピースとしても着ることができると思います。はい、続いてはベロアトップスになります。はい、ER ですごくベロアの、生地のアイテムがすごく人気あるので、今回は AW ということでベロアのロンティーを作りました。ちょっとスキントップス的な感じで、中にレイヤードしても可愛いですし、1枚でこういう感じで着ても可愛いので、はい、っていう感じです。で、ここに同色で刺繍が入っていて、カラーはこのパープルとこのこちらのクリームの2色展開になります。これも争奪戦になるんじゃないかなと予想してます。結構 ER の、お客様たちはベロワ好きの方が多いのかなっていうイメージがあるので、はい、楽しみです。イメージがあるので人気になるんじゃないかなと思います。パーカーの下とかに入れてあげても可愛いし、あとあったかいので、ベロワなのであったかいので冬にはもってこいなアイテムになると思います。続きましてが、はい、はい、スウェットパンツです。はい、2色展開になって、この ER の刺繍が入っているスウェットパンツになります。これが美脚を目指したラフになりすぎないスウェットパンツというのをテーマに作りました。すごい足長効果のあるストレートなスウェットパンツなので、どんなスタイルにも合わせやすい、かつ楽で
もう私は最近毎日のように履いてしまっています。お気に入りです。色もこのただの白じゃない、ちょっとこう模様が入っているグレーと白の中間みたいな、カラーで、まあ、ブラックは本当にシンプルにブラックのコットンなんですけど、あなたはどちらが好きですか？続きましてがじゃん、こちら、ER ロゴテープロングスカートになります。でこっちがグレーでこっちが黒なんですけど、あの SS でも大人気だったスラックスパンツの今回はスカートバージョンで、黒とグレーで今回は新登場します。結構こうロングのスカートにハマっていて、ロングスカートにちょっと白いソックスを見せて、それでスニーカーを履くみたいなルックがすごい好きで、今回ちょっと作ってみました。はい、ということで ERAW コレクションのアイテム紹介無事終了しました。今回もたくさん可愛いアイテムができたんじゃないかなと思います。あなたのお気に入りはありましたでしょうか？ありましたでしょうか？あなたのお気に入りはありましたか？あ、なるほど、そうですね。ではポップアップでお待ちしています。実際ね、ポップアップだと試着だったりとか、あのサイズ展開だったり、私は日によって店頭に立つので、ぜひポップアップに来てください。お待ちしてます。バイバーイ。一見あの難しく思うかと、あでこれは、一色展開のこの黒と白の難しいのし、この生地が少しこう伸縮性がある生地を選ぶときに、緑いっちゃうかって言ってリノと話した。そう、当たっちゃった。大丈夫だったかな。ここ超えちゃったらクソってなった。やばいやばい。え、いいの？こんなんでいいの？いきます。ちょっと待って。